ボーサンフェスタ2012年開会の言葉を、三八式消防工協会会長、八戸市消防団長、木村先生や大人の言うことを聞いて良い子になります。この防災フェスタは、八戸地域防災協会から幼年消防クラブはじめですね、防災に携わる団体の皆さんが一堂に会して、地域の防災力を高めようということで、2年に1回開催しています。幼年消防クラブの皆さんのかわいいアトラクションなどをはじめとしてですね、各種の催しありますので、これを参加してですね、皆さんで防災、災害に強い街を作っていけたらなと思っています。よろしくお願いします。